仕込み1運転士派遣などをなりあいにしている人材派遣大手で働いていますが、ドライバーを募集しても人が来ません。理由は派遣賃金を上げられないので、同業他社に人材を取られているからであり、どうしようもありません。やむを得ず管理職を派遣先に行かせて100時間残業。ただ管理職が管理できなくなったので、社内の状態はもうグダグダです。近いうちに業界最大手だろうが何だろうが倒産もありえます。売り手市場で正社員募集が当たり前になった今、 派遣会社の存在意義が薄れていますお疲れ様です社畜ジャパンです今日は人材派遣会社の倒産ラッシュに関する現場の口コミを紹介します口コミに引用帝国データバンク派遣会社も人で足りず人が足りない企業と労働者との橋渡し役として昨今の人材需要の高まりに活況を呈する人材派遣業であるが足元では倒産も増加 スタッフを企業に派遣して収益を得る人材派遣の倒産は2023年1月から11月までに72件発生し2015年以降で最多となった。 年間件数はコロナ前の水準である80件弱に達する見込み業界全体では人手不足やコスト増に対応できる業者とそうでない業者との二極化の様相を呈している派遣社員を確保できず高騰するコストを転嫁しきれない中小零細を中心に淘汰され派遣業者の倒産は今後も増加していく可能性がある口コミ3「引用日経新聞給与地配 SNS で拡散」「派遣のマックスアルファ破産」 人材派遣のマックスアルファと関連会社のプラスアルファの2社が11月に東京地裁へ自己破産を申請し破産手続き開始を決定マックスはアマゾンや楽天の倉庫・物流センターなどに数多くのスタッフを派遣倒産前から給与支配の情報が流れるなど動向が注目されていた都内のほか埼玉や大阪、福岡、広島などにも支店を出店するなど順調に事業規模を拡大させ2022年3月期には売上高45億円だった しかし、売り上げ拡大の一方で、2社とも派遣単価の上昇などで採算が低迷。資金繰り悪化から10月分の派遣人材への給与未払い問題が SNS を中心に顕在化していた。口コミ4。MAX アルファ、プラスアルファの口コミ。神奈川の派遣スタッフ20代。納得はいかないですね。マスカ、解雇通知がレターパックだとは思いもしなかったですね。尼崎の派遣スタッフ20代。すごく悔しい気持ちと残念な気持ちがあります。 自らも未払いがある元社員、一応社長本人からの説明としては、資金繰りの調整に向けて各所に動いていると、お給料が払えないっていうのではなくて、まずうちは社会保険料滞納で差し押さえを食らっていたので、これは8月末ですね。口コミ5、マックスアルファの口コミ、登録者2万5000人のうち1500人が稼働、日当たりニットを8000円としたら、月3億6000万円程度必要。 ただ、派遣先からの入金は最速でも翌々月の月初資本金1500万円の会社だから規模も小さい。出ていく金よりも入ってくる金が後になるという状況で、何かあっても月に何億円なんて用立てできない。社会保険料未払いで口座を差し押さえられたという報道もあったけど、なら会社の資金はもう枯渇している。ホームページでは異性のいいことばかり書かれていたけど、内情は火の車だったとは。口コミ6。 企業側とすれば正規雇用するとなかなか首にできない。半年やとえばパートさんでも有給をつけなきゃいけない時代。人を育てる能力のない会社に派遣会社が必要だということは確かに理解できる。労働者にトラブルがあった場合に派遣会社に決きをさせられるし、目先や得をする場合が非常に多い。ただ派遣会社が派遣社員の賃金上昇を受けて倒産するなら、派遣社員の賃金は上げられないってことになる。そんなんが日本に蔓延しているなら賃金は上がらなくなる。 そんなシステムいらんやん。口コミ7。官報によると、東京都の人材派遣業の株式会社吉本サービスは、11月30日付で東京地方裁判所より破産手続きの開始決定を受け倒産。 2006年に設立の同社は、大手ボトラーやサガー急便などの運送会社を取引先とする人材派遣を主力に事業を展開、業務はピッキング、梱包、検品などの倉庫内作業や、組み立て、取り付け、検査などの工場内作業、事務所作業や配達作業などを手掛けていた。 しかし、新型コロナウイルス感染症の影響による派遣先の休業や、その後の派遣需要の落ち込みで売り上げが減少。直近は人件費の上昇なども重なり、資金繰りが圧迫したため、事業継続を断念し、今回の措置に至った。負債総額は約12億円。口コミ8。吉本サービスの派遣社員の口コミ。住み込み派遣として働いていた。1450円で募集しているが、うち200円は安全手当で、実際の時給は1250円。 1>, 1回でも派遣先で製品事故を起こすと、まるまる1ヶ月分の安全手当、4万円以上を中抜きされる。安全第一を謳っているが、出社して2時間後に昼休憩。その後、6時間ぶっ倒して働かされた上事故したら自分たちの責任。おまけに、寮はゴキブリの巣で、訴えても何も対処せず、自分でバルサンを焚いたり、エアコンに防虫ネットを貼った。口コミ、9。 労働者派遣業を手掛ける総務が前橋地裁から破産手続き開始決定を受けたことが分かった。負債総額は7500万円。主に建設現場や産業廃棄物処理場向けに労働者を派遣していた。 一時は多くの従業員を抱え、相応の売上高を計上していたが、コロナ禍で業績が低迷。2022年9月、消費税や法人税、計約5100万円を脱税したとして、国税庁が消費税法違反や法人税法違反などの疑いで同社を告発。対外的な信用が失墜したとみられ、事業継続が困難となった。口コミ10すでに国は派遣会社の淘汰舵を切っています。働き方改革。 賃上げ、社会保険の加入枠拡大、正規雇用などでマー t で首を絞めるように。今、派遣業務自体がビジネスとして存続が難しくなっています。そもそも自社の正社員の賃上げも満足にできない中、派遣料金は上げられないなら人は集まりません。店売ヤーが物品を仕入れることができずに干上がってしまう構造と同じです。今は派遣登録をしなくてもタイミーとかで探せますから競争力のない会社の淘汰は自然な成り行き。口コミ11 派遣先企業は派遣社員を選べないはずなのに顔合わせなどと称して面接を行い選別もしている。こんな法律違反が状態化している業界で働いている人間とは関わりたくもない。タイピングのお仕事です。交通費ゼロで来社させる。タイピングテストさせる。なんてこともあった。なぜアメリカの4分の1しか人口のいない日本にアメリカの4倍近くの派遣会社があるのか。解雇規制の違いこそあれ、ピン金会社がこれだけあれば、そりゃ給料も上がらんわな。 口コミ12人材派遣会社が中抜きで儲かっているように思えますが、実は派遣会社そのものが人手不足で倒産しています。理由は2つあります。1つ目は派遣スタッフの不足。2つ目は派遣スタッフの管理や教育をする派遣会社のスタッフ自体が不足していること。特にパスナなどの大手人材派遣会社は福利厚生も良いため人が流れます。結果、中小企業の人材派遣会社で倒産ラッシュ。 言い換えれば魅力的ではない会社が潰れているので日本経済にはいい倒産とも言えるでしょう口コミ13ここでパスナの年収関係を見ていきましょう有価証券報告書によると平均年齢36歳平均勤続年数7.9年平均年間給与は622万円とのことでしたまたリクナビには年収例440万円入社3年目休暇は年間120日以上と記載されていました口コミ14労働者にも選ぶ権利がある 高学歴、高学力、即戦力で、容姿短麗で、礼儀正しく、年収200万円で残業しまくってくれる若者が足りないバカか。人件費をコストだと言うなら、社長一人で会社をやっていればいいのではないか。人材派遣会社だけじゃなく、他の一般企業でもゾンビ会社が多すぎる。あと今、倒産ラッシュって、コロナ関連の補助金をかすめ取るためのペーパーカンパニーが潰れているだけでは口コミ15。 引用一般財団法人日本人材派遣協会派遣会社の支店や営業所を含めた認可事業所数の合計は2021年6月時点で4万2448箇所2020年度の年間売上高の合計は8兆6209億円です2021年度の厚生労働省の調査によれば8時間換算での全業務平均の派遣料金は2万4203円派遣社員の賃金は1万5590円 また、派遣料金の大まかな構造は以下の通り。派遣料金を100%とすると、派遣社員の給与は70%、社会保険料10.9%、派遣社員の有給費用4.2%、処刑費13.7%、そして営業利益は1.2%とのことでした。口コミ16。登録している派遣会社から、助けてくださいとか、人が集まらないんですとかいうメールがバンバン来る。知らんがな。自己責任だし、どうでもいい。 お前が派遣でいけばええやん。20年前はどこも代わりはいくらでもいるって態度だったからね。時代は変わったもんだ。まあ、日本に数万社もある派遣会社のうち、今年1月から11月で72社が潰れただけだから、実はそんなに影響ないのかもね。口コミ17、氷河期世代の就活時に若者なんかいくらでもいるとか言って、手書きの履歴書を破り捨てていた企業の皆様。お元気ですか 人材派遣会社すら人手不足で倒産するんだからもうまらんだろうね。あと人材派遣会社でも差がすごい。確かにまともなところはちゃんとした対応をする。ただひどい派遣会社は正社員が遅刻、行ったこともまともに対応できない割に派遣をゴミみたいに扱う。さらに派遣のプライベートまで管理しようとする。こんなブラック人材派遣会社は潰れて正解だよ。口コミ18日本の労働基準法は厳しすぎる。 問題のある社員に指導、注意、記録、警告などの手順を踏んだとしても、解雇の裁判になれば、ほぼ100%会社が負ける。中小零細にとっては、その年収400万円でも経営が傾く。これでは怖くて、正規社員など雇えない。そして、問題社員のほとんどは、面接ではいい人を演じる能力だけは高い。法的な使用期間の2週間ぐらい、誰だって演技をする。派遣会社や契約社員が亡くならないのは、こういう一面もある。口コミ、19。 長年派遣社員として働いてきましたが、最近最低賃金が上がってきて、派遣で働くメリットが感じられなくなりました。昔はパートよりも派遣の方が断然時給も良かったです。派遣会社は派遣社員一人で時給以外にも1時間あたり500円から700円近く取ります。また、正社員登用する際、企業から派遣会社に本来払わなくても良い手数料が支払われていることがあります。 ただ、倉庫やコールセンターはどんな人でも集めなければならないですが、雇い止めが難しすぎる以上、派遣で雇うしかないのかなと感じます。口コミ20、これで最後です。技術派遣、客先常駐、派遣会社の正社員として採用されても、それはただの無期雇用派遣にすぎません。最先端の現場で働けます、×。最先端の現場で雑用として働けます、○。当社では年収1000万円の人がいます、×。 当社では年収1000万円の人が5000人中5人います丸。ただこんなことを求人票にまともに載せていたら誰も来ませんからね詐欺みたいな話が横行するわけですそうでもしないと人が集まらない文字通り人材不足の会社が今潰れているだけのことでしょう以上が人材派遣会社の倒産ラッシュに関する現場の口コミでした皆さんどう思われましたかぜひ感想をコメントで教えてください はい。本日の動画いかがでしたでしょうか今後も皆さんのお役に立てる動画を配信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をして次回の動画をお待ちください。それではまた明日お会いしましょう。では、さようなら。